はい、ルルカです。今回はね、速報になります。本日ね、4月8日になったんですけれど、昨日まで開催されていた楽天アニメと1年間無料キャンペーン。これに代わるキャンペーンっていうのが、まあ、ちょっとね、おもらし情報で出てきましたので、そちらに関してお話していこうかなと思います。まあ、おもらしって言い方もおかしいですからね、公式なんで。はい、まずこちら見てください。こちらね、楽天の公式ページになっているんですけれど、 下の方に行くと、はい。現在でもね、4月7日、23時59分まで、1年間無料キャンペーン、こちらのバナーの方が表示されている状態になります。ま、あすでにね、時刻の方が4月8日の0時48分になっていますので、1年間無料キャンペーンは終了している状態なんですけど、まあ、この表示がね、されている状態になります。なんですけれど、本日4月8日になってすぐ、ま、あ少しの間だけなんですけど、ここの部分に、新しい違うバナーの方が表示されていました。はい。まあ、ルルカに関しては、なんかね、トラブルとか面白いこと起きないかなと思って、楽天モバイルをね、監視していましたので、ま、あストーカーですかね、監視しています ましたので、この辺がね突然変わったので、なんだと思って見たわけなんですけど、ここの部分が表示変わったんだけど、そのね表示のところにも同じように料金プラン詳細を見るみたいなねリンク先に飛べるような状態になっていたんですけど、残念ながらその先には飛ぶことができず、さらにね少し時間が経ったらその表示が消えてしまいました。まあなんですけれど、間違いなく、間違いなくて言うとね違ったら怖いんだけど、間違いなくこのね1年間無料キャンペーンの次のキャンペーンっていうものが一瞬だけ表示されましたので、今回はね速報として、詳細はまだわからないんですけれど、バナーをねスクショで撮ってありますので、そちらを見ていこうかな。 なと思いますこれがね、まあ、少しの間だけ出てきた新しいバナーの部分になってくるんだけど、楽天アリミット6。さらに月々のプラン料金が3ヶ月無料で使える。で、まあ、料金プラン詳細を見るっていう感じになってるんだけど、残念ながらこれ出てる時に、この料金プラン詳細を見るの方を押しても進みませんでした。依存の1年間無料のキャンペーンにしか飛ばなかったので、どういう内容なのか詳細を見ることはできなかったんですけれど、とりあえず12時からね、少しの間だけこちらの方が表示されていました。まあ、多分ね、こんな感じでしっかり作られているものになってるので、今回の1年間無料キャンペーン、終了後の次のキャンペーンが このキャンペーンになってるんじゃないかなと思います。まあ、いかがでしょうかみんなね、いろんな予想をしていたんじゃないかなと思います。今回のね、1年間無料キャンペーン、まあ、紙キャンペーンと言っていいと思うんですけど、これが終わったと。どんなキャンペーンが開催されるのかなって。まあ、人によっては、またね、1年間無料キャンペーン継続するんじゃないって言ってる人もいたし、まあ、それこそね、こういうキャンペーンなくなるんじゃないって言ってる方もいたし、まあ、それこそポイント還元率がね、すごい上がるんじゃないみたいな。まあ、いろんなね、期待を持ってみんなね、新しいキャンペーンに関して、ああでもな、ね、い、こうでもない話が出ていたと思うんですけど、多分ね、しょっぱな、この1年間無料キャンペーンの終了後の次のキャンペー

その辺に関して、じっくりとね、試す機会がついたってことだけでも良かったんじゃないかなと思います。また、キャンペーンとしてはね、9ヶ月間ね、無料期間が減ってしまうわけなんですけど、現状だとね、端末とかに関しても品切ればかりになってる状態なんだけど、在庫も復活すると思いますし、それこそね、ちょっと海外では話題になってるんだけど、新しい端末も出るんじゃないって言われていますので、その辺のね、キャンペーンも加わるんじゃないかなと思いますので、今後のね、楽天モバイルに期待かなと思います。概要欄下のところに楽天モバイルのリンク貼っておきますので、まだね、契約されていない方に関しては、今回1年間無料キャンペーンは終了してしまったんですけど、 とキャンンペーン始まりまりししたら規約ててみてはい、かかがでしょうかはいということで今回はね、1年間無料キャンペーンが終了して、次のキャンペーン気になっている方も多くいるんじゃないかなと思いましたので、速報で紹介のさせていただきました。今後もいろろな動画、毎日更新で上げていきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただき、ありがとうございました。